はい、こんばんは。はい、本日ね、12月31日、大晦日ということでね、令和元年も終わりでございます。はい。本当にね、こんなくだらない、動画、1年間付き合っていただいてね、本当にありがたく思っております。本当、もともとね、最初は、まあ、自分のトレーニングの、まあ、記録っていうのをただ残すためだけにね、気楽に始めた、チャンネルだったんですけれども、それがね、まあ、今やもう1万8000登録数ぐらいがね、今言ってね、まあ、いろんなコメントとかももらったりとかしてですね、もう今自分の筋トレのね、モチベーションのほとんどはここにあると言ってもね、おかしくないぐらいね、本当に刺激とね、モチベーションもらってます。ありがとうございます。今日はですね、まあ、一年の締めくくりということでね、まあ、そういうわけでもないんですけどね、まあ、いろいろこれだけ長いこと YouTube やってると、ネットとかにもね、まあ、弱小 YouTube やってる人ながらでも、まあ、コメントがあったりとかするんですよね。まあ、アンチコメントとかもね、いろいろあるんですけどね。ちょっと今日はね、そういったコメントをね、紹介していきたいなと思ってます。これね、ちょっと前にサラマッチョくんがね、やっててね、面白いなと思って、ちょっと自分もね、エゴサしてみたんですよ。はい。ちょっとね、いろいろ紹介したいと思います。まずですね、親父さんのバルクやばい。はい。親父さんが、あの階級では一番バルクあるな。丸々してるし。うん。でも顔も丸いが。あーですね。まあ、バルクのことね、よく褒めてもらったりすること、コメントが多いのはね、本当に、ありがたいですね。はい。まあ、JBBF のオールジャパンの J スポーツさんのね、中継でもね、まあ、バルクがバルクがっていうね、結構バルクはね、褒めてもらえたんですけどね。まあ、今度はもっとね、バルク以外のところもね、褒めてもらえるようにね、していきたいなと思うんですけどね。まあね、顔も悪いなってね。まあ顔はもうね、先天的なもんでね、勘弁してください。はい。もう減量してもですね、僕そんなに言うほど顔やつれないんですよね。だから末期でも結構顔ツヤも良くてですね、元気そう。まあ実際元気なんですけどね、減量末期でもそこまでヘロヘロになることないんですけど、いつもね、なんか全然余裕そうだなっていうふうに思われちゃうんですけどね。はい。まあ頭蓋骨がでかいんでしょうね。もうでかいからね、絞ってもね、もう、どうしようもないっていうね。はい。もうそんな感じでございます。はい。では次のコメント。はい。中年親父は何歳くらいだろう。絞れても顔はパンパンで若々しく見える。またパンパン出ましたね。はい。もう顔はね、でかいの仕方がないんですよ。まあ帽子とかでもね、一番、この、メモリのね、緩い部分に合わせて被ってる。それでもちょっとでかいときね、きついときがあるんですけどね。はい。まあ、年齢はね、41歳。今年で、ってか来年ね、42歳にね、なっちゃいますね。まあ、肌はですね、なんか、いつも言われるんですよね。いつも肌ツヤいいですねってね、言われるんですよね。なんか結構、こんな感じで、ね、いつもツヤがあって、あんまね、カサカサにもならないんですよね。はい。結構ツヤツヤしてて、顔もですね、結構ツヤツヤしててですね。特にね、何も手入れはしないんですけどね、顔も全然その、なんていうんですかね、今、男性用のね、ケア用品とかありますけどね、全然やらないですね。もう水一択ですね。水一択で、はい、洗うだけなんですけどね。まあ、こんな、まあやっぱり、筋トレと、あと豊富な、タンパク質のおかげですかね。はい、肌ツヤがいいのはね。はい、中年親父は自分のレベルをわきまえてから読んだらいいんだよって。まあ、はい、わきまえてますよ。はい、わきまえてるというか、もう普通のおっさんなんでね。その辺の普通のおっさんなんで、別に特別な何かがあるわけでもないのでね。全然もう自分ほんまに特技も何もないしね、もうコンプレックスの塊だったり昔からね。まあちょっと筋トレでね、ちょっとまあちょっと人生青春してるなっていう感覚は今はあるんですけどね。普通のおっちゃんなんでね。はい。その、トレーニングのレベルとかね。まあ、そういうのも全然大したことないですからね。もうすごいとは、ほんまにすごいので、はい。もう普通に、趣味で筋トレやってるおじさんです。はい。で、中年親父のマットレ筋トレ部屋、の、お部屋感、汚い部屋感ですね。お部屋感がちょうどいいわ。ね。はい。このね、お部屋ネタなんですけどね。ここちょっと実家なんですけどね。自宅で昔やってる時ね、まあ、すごかったんですよ。もう倉庫、物置部屋の中でトレーニングしたので、1畳ぐらいのスペース開けてね、無理やりね、物をこう避けてね。
で、その中でやったら、周りがね、物だらけでね、すごい、まあ、お部屋お部屋っていうね、その動画がめちゃくちゃ再生数伸びたんですよ。しかも何十万再生って言ってね。はい。なんか筋肉、筋トレがっていうよりもね、お部屋お部屋コメントがね、非常に多くてですね、まあ、お部屋でバズったっていうね、まあ、そんな感じになったんですけどね。はい。でも今はね、その部屋はね、もうお部屋の極地を極めましてね、もう物で溢れてね、足を踏み入れることもできないというね、そんな状況になってます。はい。で、次のコメントですね。はい。中年親父はほぼ家トレであの体作ったんだから大したもんだよ。はい。そうですね。まあ自分ホームトレーニング10年以上、まあ筋トレ歴15年ぐらいあるんですけどね、ホームトレーニングも10年以上やってるんですよね。で、まあ今はね、もうほとんど、まあ、ジムメインになって、メインタイムね、入ってるんですけど、ジムメインになってるんですけど、まあまあ10年ぐらいやってたホームトレーニング、もうだから8割以上はね、もうホームトレーニングで作ったと言っても過言ではないですね。まあ特にね、フロント部分ですね、フロント部分はもう本当ともう、ホームトレーニングでね、ある程度今の状況に近いものがありました。まあ、背中はね、やっぱりジム通ってマシンとか使い出してからね、ちょっとまたブラッシュアップされたなという感覚はあるんですけども。はい。まあ、上半身についてはね、ホームトレーではね、十分いけるなというふうにね、思いました。はい。ただやっぱりジム行って思うのは、やっぱマシンでやるとね、安全ですね。はい。僕のね、動画で、やっぱりダンベルとかでね、こいついつ怪我すんじゃねえのかみたいなね、動画多いと思うんですけどね。まあ、ジムだとマシンだとね、やっぱ安全なんですよね。安全に高重量で効かせれるっていうね。まあ、そういうメリットはね、ありますね。はい。で、あと面倒くさくないっていうね。もうすぐ重さでもパンパンってこう変えれるんでね。まあ、そういう良さはね、ありますね。はい。で、次が、見てみたら首から下だけかっこよくて草。体はかっこいいから見てるよ、中年親父。中年はイケメンなら天下取ってたかもな。はい。アンチコメントってやつかね、これね。まあ、アンチなのか褒めてるのか分かんないんですけどね。まあね、自分はね、まあ、ブサメンなのはね、まあ、十分自覚はしてるんですよ。はい。それはね、まあ、仕方がないことなのでね、そこを体で挽回するしかないなっていうの分かってるんですけど。で、まあ、ちょっとそれ以上にね、ちょっと言いたいのがね、フィジーカーでイケメン多すぎるっていうね、本当に、コンテストで並んでるとね、みんなイケメンなんですよ。で、イケメン、ただでさえね、イケメンでね、モテるのに、そこに筋肉つけてね、さらにモテてどうすんだっていうね。僕なんでね、やっぱり、まあ、ね、ビジュアル良くないっていうの分かってて、コンプレックスあるからね、そのコンプレックスを、まあ、少しでもね、薄めるのに体鍛えてるとか、そんなのはあるんですよ。でね、彼らはね、イケメンなのにね、さらにパワーアップしてね、もう追いつけねえじゃねえのかっていうね。はい。まあ、それはいつも思いながらやってますけどね。オールジャパンでもね、自分の階級とかでも、ね、加藤ちゃんさんとかね、田村さんとかね、みんなもうみんな上位の、まあ上位もそうなんですけど、もうみんなイケメンなんですよ。かっこいい人が多い。はい。まあ、その中でもね、はい、まあ、頑張りますよ。はい。はい。で、夏なのにニット帽。家なのにニット帽。はい。ニット帽ネタコメントはね、多いですね。まあ、もともとね、ニット帽にさらにグラサンかけてたんですよ。グラサンかけてて、もう誰だかわかんないみたいなね。まあ、ちょっとグレートサイヤマンさん的な感じでね、最初やったんですけどね。で、最初、声もね、喋りもしてなかったんですよね。で、まあ、今のところ、結局、それが少しずつね、まあ、もしかして僕、喋るの苦手なのでね、もともとこう、喋らずに顔も隠してやったんですけどね、おかげさまで、ね、少しずつ、こうやってね、喋れるようになってきました。はい。まあね、帽子かぶるとやっぱりね、若々しく見えるんですよね。っていうのもあってですね、まあ、もともとね、こう顔隠したいから隠しただけなんですけどね、でもそれがなんかもう帽子の親父、ハゲ親父みたいな、そんな感じでちょっとこう、定着してきたのでね、もう、これでいいかなっていうね、そんな感じでね、今はやってます。はい。で、中年親父は筋トレより植毛をするかスキンヘッドにした方が良い。はい。顔は大きくてブサイクでハゲてるから、ニット帽をかぶってるけど、そんな見た目なこと言うなよ。はい。まあ確かに顔大きいですよ。顔は大きいんですよ。
で、まあ、髪の毛もね、まあ、もともとね、デコが広いんですよね。はい。もともとこう、まあ、前は結構こんな感じでなっててですね。まあ、そこまでね、自分も、ハゲてるという感じはね、してないんですけどね。してないんですけど、まあまあ、まあ、着てないとはね、否定はしないですよ。否定はしないんでね、そこまでハゲではないんですけどね。はい。まあ、もともとね、額が広いのでね。まあ、ただまあ、やっぱりね、まあ、少しずつね、やっぱり年齢のせいかね、ちょっとこう前からね、砂漠化が進んできてるね、感じも気がしないでもないんですけどね。まあ、あれです、多分夏の、日焼けですね。日焼け、こう、紫外線とかも多分あれかなり悪いんだと思うんですよ。ね。だから、やっぱりこう、熟年代はみんな剥げていくんじゃないのかなと思うんですけどね、そんなことないのかな。まあ、もう自分は、親もね、まあ、髪の毛ないのでね、まあ、ゆくゆくはね、もう、剥げていくと思うんですけどね。まあ、抵抗さし、ギリギリまでね、抵抗させてくださいよ。はい。もう、コンテストもね、もう、ずらかぶりましょうかね。はい。はい、次行こう。はい。次が、あのフォームでよくあれだけ筋肉ついたな。はい。まあ、ついたんですね。はい。まあでも結構動画ではね、無茶してるんですけどね、まあ、割と1種目目はめちゃくちゃするんですけど、2種目目以降はね、結構丁寧にやってますよ。まあ自分なりですけどね。特に背中とかは、多分丁寧にやってます。はい。胸はなんかまあ結構ね、プレス系はもうフルレンジはしない。もうミドルレンジで、高重量ガンガンこうしていくっていう、なんか厚みできたんでね。まあ、あとはもう、ストレッチ系はね、もうフルレンジでしっかりやってますしね。まあなんかね、ついちゃいましたね。はい。で、中年親父、無茶なトレーしてるから、そろそろ大怪我しそう。ダンベルベンチでアホみたいな高重量落下させまくってるから、いつか大怪我すると思う。はい。あ、怪我ネタね。これいつも言われますね。いつか怪我する、死ぬんじゃねえのかっていうね。家壊すんじゃねえのかとかね。結構やってますね。まあ確かに胸のプレス系ね、好き放題。やってますね。まあ、さっきも言いましたけどね。まあ、さすがに体持たないで、いつもあんなことやってるわけじゃありません。はい。まあ、今はね、お武器なんで、ちょっと重量追っかけたいので、まあ、で、重量上がってきてるので、結構無茶もするんですけれども、まあ、もう減量期入ったらね、もうあんなことしないですしね。もうほとんどもうマシン、一種目目マシンとか多いですよ。スミスが多いです。スミスのインクラインから始めることが多いんですけど。はい。まあ、怪我をそうに見えてね、実はね、今ほとんど怪我してないんですよ。昔はよく怪我したんですよね。肘と肩とね、手首ね、あと腰とね、よく痛めました。でも今はね、なんかこれやったら怪我しそうだなとか、だんだんわかるようになってきてですね。で、もうちょっと無茶だなと思ったらもうすぐやめますし、無茶しないんですよ。無茶してるんだけど、粘らないんですよ、最近あんまりね。これ以上粘ったらやばいなっていうね、さすがに長年トレーニングしてると分かってくるので、意外にね、怪我が少ないです。はい。で、あとは、中年親父さんは、第二の人生楽しんでるが、フィリピンパブとかロシアンパブとか行ってそう。はい。行ってないです、行ってないです。第二の人生って僕まだ41なんですけどね、定年までまだまだあるんですけど。なんかもうすごい隠居したみたいなね、人のこと感じで言われてますけどね。はい。まあまあ、コンテスト始めてからね、まあ第二の青春楽しんでるなっていう感じはね、ありますね。はい。まあ人生にね、すごい張りができてね。まあこういう関係もね、すごい幅広い世代の人と付き合わせてもらってですね、まあ楽しんでるなっていうのね、人生謳歌してるなっていうのは自分では感じてますけどね。はい。まあ、ロシアンパブは行ってません。まあフィリピンパブも行ってません。以上こんな感じですね。はい。ね、結構アンチコメント、結構アンチコメント中心に今回集めてみたんですよ。で、集めてみたんですけど、まあ、アンチの中にも、なんか皆さんね、愛があるっていうね、はい、嬉しい限りでございます。もうね、コメントね、全部読んでますしね、はい、まあ、何よりもモチベーションさせてもらってます。はい。そしてね、まあ、ハートも強くなりますね。はい、いろんなコメント見てるとね。はい、まあまあありがたい限りでね、こんなにね、ね、いいコメントも悪いコメントもね、そんだけ僕のことを気にかけてくれているということでね、はい、非常にありがたく思っております。はい、またね、来年1年もね、
はい、まあ、こんな調子でやっていきますので、よろしくお願いいたします。